日本製品不買運動とは日本国外の国家で日本に対する政治的主張などを目的として日本製品を買わないことを呼びかける政治運動である。反日への批判意見が許されない中国では感性運動、韓国では他社への不買運動強要吊るし上げ、選択的不買運動が問題になっている。韓国では 日本製品不買運動が幾度となく行われてきた。1965年の国交からきりに何度も日本製品不買運動が繰り返されている。2013年3月1日にはソウル市で決起集会が行われ約200人が集まった。集会では日本製品はカウナとシュプレヒコールをあげ日本製品を写真を貼った板に次々と卵を投げつけていた。 2019年7月から日本による韓国への輸出減格化措置に反発するため、韓国で日本製品不買運動が発生し、ノージャパン、ボイコットジャパンというリストが韓国のインターネット上に出回された。ターゲットにされた主な商品は日本産、ビール、ユニクロの衣料品、日本への旅行などである。実際に売り上げが減ったのは単価が安いまたは 批判者らに利用していると明確にわかることで、休団されやすい衣類、ビール、自動車などが、不買運動強要されやすい商品になっている。衣類は着ている、ビールは、容器やメニュー表記さえ、自動車は乗っていると、日本製品だと、不買運動強制者からもわかるが、タバコは吸っていても日本製か、容易には判別できないために、不買運動が起きても売れている。専門家は、 韓国ではこのような選択的不買運動が起きやすい背景に不買運動を他者に強要する反日絶対使用論と自分が買いたい物代替代,代品がないとして買うが他者が買うと吊るし上げる二重基準の国民性にあることだと指摘した李教授は他人の購買行為に対して説得はできても侵害はできない消費者の権利を侵害しないためには 現職的非難を自制しなければならないと指摘している。不買運動によって日本企業で働く韓国人が日本企業の撤退や閉鎖で苦境になっていることも指摘されている。韓米 FTA 反対国家保安法廃止を主張し2012年2月には統合新補党の党大会に参加し支援演説2012年大統領選挙では ムンジェインの選挙対策委員会の市民キャンプ共同代表を務めた運動家としての経歴を持つ人物と不買運動団体共同会長はソウル市内の真ん中でムンジェイン大統領様ありがとうございますというプラカードを持っていた人物が2019年の不買運動を最初にした人物であるこのように不買運動は左派組織が主導した完成でもであるため 1919年5月の聖火大学の教師、学生による日本製品商却1970年代前半期、経済の低迷から学生運動などの先導で発生している。背景には、主管輸出品の国際米価相場が1969年から低迷し1971年には、過去10年の平均国際相場から約40%下がり、 一部の地区限定だったが、ベトナム戦争特需も大幅に減少、特に食料品の値上がりは、顕著だった。慢性的な貿易赤字は、一例で1970年上半期は、輸出総額71万6100万バーツ、輸入総額131万3 4 0 0百万バーツ、差59万7 4四百百0 0万バーツ、石油、石炭は、外国依存。 多くは先進諸国との工業製品取引が占めた。1970年1月2日、プンチャーナ経済省は国内の景気について当面3年程度は低調傾向が続く予想見解を公表し国民には国産製品の購入を推奨した経済ナショナリズムの始まり。同じく1月政府直属の投資委員会は国内業界の反発から 食器製造工場建設を進めていた日本陶器の申請を却下したことを明らかにした。同年7月輸入関税を品目それぞれで約10から25%程度引き上げた。閣僚談話で日本製品を品目で輸入規制する案が報道された。運動初期の1972年、タイ国王ラーマ九世はこの学生運動活動家、市民運動家が提唱した。 日本製品不買運動、贅沢品不買運動が少人数学生集会と、その呼びかけからやがて大掛かりなデモ行動に及ぶ、事態に発展した際には、マスコミを通して行う定期の公式談話において、デモ運動に用いるハンドスピーカーは、日本製、警備に当たるパトカーは、日本車。と現実を指摘して、不買運動の矛盾と先導する。 運動家たちの行き過ぎた主張に対してその行動をたしなめる発言を残している。一連の不買運動は家庭家計から節約にはつながったが選択が限定される対国産製造品の販売強化より費用を追って高騰する食料品とその生活用品関連のインフレがさらに進行し低迷する国内景況から庶民一般消費者の購買行動の不満につながり、 運動集団の主張は国民への不買運動、買い控え呼びかけ運動から、矛先を内閣とその政治への抗議の色合いを強め、軍事政権抗議と民主化要求運動へと変質する。その後、運動は、地の日曜日事件を機に沈静化したように見えたが、国内不況から不買運動は継続した。1976年10月6日の地の水曜日、事件で発足した。 ターニン政権の政治集会の禁止令により、労組・学生活動家の弾圧で大掛かりな行動は幕引きとなったが、1980年代は貿易赤字からミュージシャンにユニオン・オーパー君の結成したカラバオが1984年に発表したメイド・イン・タイランド、同盟のアルバムメイド・イン・タイランドに収録。大国産製品を賛美するナショナリズムの楽曲がヒット曲になるなど、 潜在的な購買意識の危機械として、不買動向は継続していた。1990年代以降は、欧米メーカーブランドの製造が、大生産に移行し、文房具品や電子機器、法制化工品工場は一時集中した、中国製造からバングラデシュなどに分散化するなど、国際流通の変化から特定する国家に対する、不買行動は、近隣国境問題に由来するもの以外は、 人静化している。1932年、全米大学卒業生交友会、カッパエルファセタのワシントン支部は、世界平和を保持する上で、日本に反省を求めるためという理由で着ぬくつしたなど、日本製品の不買を決定し、他の支部にも参加を求めた。ありがとうございます。